今日夕方、別府市の亀川漁港で男性が浮いているのが見つかりました。意識不明の重体です。警察と消防によりますと、午後4時ごろ、亀川漁港で80代くらいの男性が港の中で浮いていると近くにいた人から119番通報がありました。病院に運ばれましたが、今も意識不明の重体です。警察が身元の確認と経緯などを調べています。